皆さんこんにちは、ケアキョウです。本日は介護職の転職で伝えるべき志望動機、あなたの魅力を表現するコツをご紹介していきます。履歴書や面接において志望動機をどのように伝えるべきか悩むという人も多いのではないでしょうか。採用試験において志望動機は非常に特に重要な項目の一つです。この動画では志望動機をどんな風に伝えれば採用の担当者の方に良い印象を与えることができるのか、そのコツと具体例をお伝えしていきます。ケアキョウでは毎日介護職の方にとってお役に立つ情報配信をしています。よかったらチャンネル登録お願いします。また個別のご相談受け付けてますので、何かある方は概要欄の LINE までお気軽にお問い合わせください。まず最初に、介護施設の面接では大きく3つのことが質問をされます。1つ目は今回の転職理由、2つ目は自己 PR、 そして3つ目は志望動機です。他にもいろいろ質問はありますが、大きな論点となるのはこの3つです。またなんとなく考えていきなりまとめ始めるのはよくありません。相手に伝わって納得をしてもらって初めて意味があるものです。そのため3つのポイントがあります。1つが自分の言葉であること、そして2つ目が分かりやすいストーリーになっていること、3つ目が採用担当者の気持ちになって考えること、この3つです。今回の動画ではまずはこの3つのポイントをご説明をして、その後に面接でよく聞かれる3大質問に対する考え方やその具体例をお伝えしていきます。まず1つ目のポイントが自分の言葉であることです。まず自分の強みや志望動機をまとめて自分自身を理解をする作業が必要です。転職をする理由、自分自身自己の強み、事業所の魅力に感じたポイントなどの志望理由、これらを箇条書きで書き出してみましょう。ここでのポイントは自分自身の言葉で感じていることをたくさん書き出してみるということです。実際にお伝えするかどうかは別としても、頭に浮かんだことをどんどん書いていくことが大切です。最初からありきたりでテンプレートに当てはめたような内容にする、その事業者のホームページにあるアピールポイントを拾って無理やり自分と結びつけるということは最初はやめておきましょう。そういったことは見透かされてしまうものですし、いずれ嘘がバレて苦しい思いをすることにもなります。また自分の言葉で書き出した後はいくつかの要素を選んで深掘りをしていきます。自分自身の強みや志望動機を絞り出しても、自分の中から出てきた言葉はまとまりがなかったり、前提知識や背景が伝わっていないため分かりにくかったりという理由で説得力がないということがあります。それではせっかくの自分の言葉ももったいないです。分かりやすくするためにも深掘りをしていきましょう。ここで深掘りの例を見てみましょう。例えば将来はケアマネージャーになりたいという目標があるとします。その場合はなぜケアマネージャーになりたいのか、ケアマネージャーの仕事のどこに魅力を感じているのか、将来とは具体的にいつ頃なのか、ケアマネージャーになるために今しなければならないことは何か、ケアマネージャーとしてどこで活躍をするのか、居宅なのか施設なのかといったことを考えていくのです。このように深掘りをすることで客観的に伝わりやすくするための要素を見つけ出すことができるようになります。ポイントの2つ目、これは分かりやすいストーリーになっていることです。自分自身の言葉で考えて深掘りをしたら、次に意識をすることとしては自分の考えを交えて具体性を持ったストーリーを用意することです。ある考えに至った理由を、どういった背景があり、いつどういったことが起こって、どのように考えたのかということを具体的にまとめていきます。いわゆる 5W1H とも同じです。介護記録を書くときと同じイメージで準備をすることで客観的にまとめることができます。そうなれば相手に伝えやすくなります。ポイントの3つ目は最後に採用担当者の立場で考えることが大切です。自分自身が採用担当者だったらどんな人を採用したいですか？例えば介護の仕事に向いている人、利用者さんや他のスタッフと良好な人間関係を築くことができる人、会社や法律などのルールを守れる人、長い期間働いてもらえる人、勤務可能な時間や曜日などの条件がマッチしている人、このようなところじゃないでしょうか。逆に考えればそのように思われるように面接でアピールすることが大切です。そのためには自分の持っているエピソードから適切なものを選ぶということが必要です。それではこれらのポイントを踏まえて3大質問の具体例を見ていきましょう。まず3大質問の1つ目は転職理由です。介護職として働いた経験がある人の場合、採用担当者が気にするのはなぜ前の職場を辞めて転職をしたいのかということです。退職の理由は人それぞれだと思いますが、深掘りをしてストーリーを用意しておくことが必要です。具体的にはどんな考えを持って介護の仕事をしているのか、これまでの経験からどんなことを学んできたのか、次のステップとしてどんなことをしたいと思っているのかなど、前向きな気持ちをまとめるのがポイントです。決して待遇に不満があった、人間関係に問題があったなどの前の職場を批判するような内容は事実であったとしても伝えないように気をつけましょう。良い印象を与えないですし、内容によっては守秘義務に違反をする可能性もあります。よくある例としては、介護職としていろいろな経験を積んでいきたいと思っていた、介護福祉士を取っていいきっかけだと転職を決意したといったようなところです。介護職は他の業種から転職をする場合でも採用される可能性が大きくあります。未経験で介護職にチャレンジをしたいと考えている人に対しては、やる気や適性がチェックをされます。なぜ介護の仕事をやってみたいと思ったのかであったりとか、その動機になったきっかけを伝えましょう。例えばこれまでの自分の経験と介護との接点、介護職に興味を持った理由、経験や研修で学んだことを仕事でどう生かしていきたいと考えているのか、どんな介護をしたいと考えてその事業所を選んだのか、将来の目標などを具体的にまとめると良いでしょう。具体的な例としては、もともと親が介護の仕事をしていて福祉の仕事に興味があった、しかし分切りがつかず他の仕事をしていた、子育てが一段落して自分のしたい仕事をしたいと思ったなどがあります。3大質問2つ目が志望理由に関してです。なぜ自分はこの介護事業者の下で働きたいと思ったのかを明らかにしていきましょう。例えば研修が充実をしているという事実だけでなく、研修を充実していることが自分の将来にどのような良い影響を与えてくれると感じているのか、これも考えるようにします。他の事業者さんではなく、この事業者である理由、魅力と感じた点はどこだったのか、この事業者で働いてどんな将来をイメージしているのかも考えます。イメージをしているスキルアップについても遠慮や謙遜することなく伝えていただいて構いません。自分自身の強みや前向きなアピールは自信を持って遠慮なく伝えることが大切です。ではパターン別に志望動機の伝え方の例をご紹介します。まずは介護の仕事の経験がある人、こういう人が違う職種や違う介護サービスに転職をする場合の志望動機です。これまでの経験から培ったもの、次のステップとしてその事業所やその介護サービスを選んだ理由を具体的にアピールをしましょう。例えば訪問介護からユニット特有の介護職に転職をする場合、訪問介護事業所で3年間ホームヘルパーとして勤務をしています。自宅で生活をする方に必要な支援を行うことにやりがいを感じていますが、日常生活全般を通じて支援をしたいと考えるようになりました。これまでの経験で得た介護のスキルは御社の施設介護でも活かすことができると思います。また個々のニーズに応じた個別ケアの考え方をユニットケアに活かし、ご入居者に応じたケアに活かしたいと考えていますなどです。応募先の事業所の特徴や理念を事前に調べておいて、自分自身のやりたいことと事業所が採用したい人のイメージがマッチをしているか、これも確認をしていくことも大事です。また未経験から介護職に転職を希望する場合は、例えば祖母の介護が必要になり自宅での介護に生かすために初任者研修の資格を取得しました。いつもデイサービスが楽しいと思っていた祖母の言葉で、介護の仕事に興味を持って自分もデイサービスでご利用者さんに楽しんでもらえるような介護職になりたいと考えています。人を楽しませることが好きなので、将来はレクリエーションやイベントなどの企画もしたいと思っています。こういったようなイメージです。なぜ介護の仕事をしたいと思ったのか、そのきっかけや自分の長所や得意なこと、それを活かして具体的にやりたいことなどを伝えるようにすると良いでしょう。3大質問の3つ目が自己 PR です。なかなか大変なところがありますが、自己 PR ではこれまでの経験とその経験から得たもの、介護の仕事や介護に対する考え方やスタンス、今までの経験やスキルをどのように活かしていきたいと思っているのか、こういったことなどを具体的に伝えて自分の良さをアピールをします。そして先ほどもご紹介した通り、面接官の気持ちになって話さなくては、いくら聞こえが良いことを伝えても相手には刺さりません。相手のことを考えながら自分の強みをしっかりとアピールをしていきましょう。また具体的なエピソードも用意をしておくようにしましょう。例えば自分の強みをリーダーシップと説明したいとします。これまでのエピソードなどからリーダーシップがどのように介護の仕事に生かせているのか知ってもらえるようにします。具体例を挙げてみます。例えば私の強みはリーダーシップです。介護職として6年間経験を積んできました。勤務をしている事業所では介護のリーダーとしてスタッフのマネジメントなどにも注力をしてきました。特に注力をしてきたポイントは、スタッフか不可の関係性を良くすることです。関係性が悪かった理由として、人によって利用者さんへの理解が異なり、仕事中に衝突をしてしまうことでした。ですので、そのためしっかりと利用者さんへの理解を情報共有できるようにしました。結果として職場の関係も良くなり、離職率も低下をしましたといったような具合です。今回は介護職の転職で伝えるべき志望理由、そしてあなたの魅力を表現をするコツをご紹介しました。自分のことを知らない人に自分のことを知ってもらうのは簡単なことではありません。面接に行くときは事前に自分のアピールポイントを整理をしておき、自分の魅力が最大限に伝わる下準備をしっかりとしておきましょう。今回の動画、皆さんどう思われたでしょうか？ぜひコメントでご意見を聞かせください。また、人間関係や仕事でのお困りごとなど、何か相談事があればケア協の LINE までお待ちしています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでも役立ったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いいたします。また Twitter やインスタのフォローもお待ちしております。それではまた次の動画で。さようなら。